サッカー日本代表、ワールドカップの大躍進により代表人気がうなぎ登りになるも、今年のアジアカップの失態でまたも代表人気は急落。そんな落ち込んだサッカー熱を取り戻したい当チャンネルは、今回とある棒坂芸を使い、日本を難易度マックスのワールドカップ予選に参戦させ本戦出場できるのかを検証。では今回のレギュレーションを説明。本来アジアの出場枠は 8.5 だが、これだと以前よりぬるゲーになってしまうので、我々の独断により出場枠数を1にし、絶対に負けられない戦いをここに実現。また今回日本はアジアカップでベスト8に残った。ご覧の国々とワールドカップ出場を争うことに。それではまず白熱の日韓戦から見ていく。出場枠が激減し鬼畜ゲーと化したワールドカップ最終予選、果たして日本はこの狭き門を突破できるのか。すると試合は29分、久保が広い視野からのスルーパス。ボールを受けた前田はそのまま宙に切れ込み、右足で冷静にフィニッシュ。日本がアジアの虎韓国から先制。髪が生えない世界戦の前田が目線禁断を奪い、前半が終了。日本が1点リードしセカンドハーフへ。試合は後半になると日本は攻撃よりも守備を重視し、アジアカップの敗戦からしっかり学習。それでも韓国相手に無傷では済まず、ファンヒーターにシュートをお見舞いされるも、どうにか耐えゲームセット。日本が日韓戦17勝目を飾り、開幕白星発進に成功。これで日本は3位スタートになり、 OG を追跡することに。そして次なる相手はイラク。アジアカップで苦渋をなめた相手にリベンジしたいところだが、試合は27分、ワオンガムがポケットに侵入し中に折り返すと、最後は竹が左足で合わせ、日本がホーム開幕戦で先制。アジアカップでやられたことをそっくりそのままお返しすると、守備面では渡るを先頭に相手に何もさせず、ファーストハーフが終了。さらに試合はエンド変わり63分、浅野が竹とあうんの呼吸を見せると、最後は滑りながらも枠に押し込み、日本がイラクを突き放す追加点。浅野が途中出場から自身の役目を果たすと、さらに浅野は6分後にもイラクを撃沈させ、スーパーサブとしての役割を完全に遂行。クラブでは数字から見放されるジャガーだが、彼は代表になると高確率で確変するのだ。するとこの状況にイラクも気が気ではなくなり、フセインがワオンガムとの対マンを申し込むも、もちろん却下されゲームセット。日本がアジアカップの雪辱を果たし開幕2連勝。さらにヨルダンとのアウェーゲームでは、クラブで不調の上田に今予選初ゴールが生まれ、破竹の開幕3連勝を達成。そして4連勝が見えてきたカタール戦。ここまで3試合無失点と不安の負の字もない日本。果たしてアジア王者に実力を証明できるのか。試合は19分、三笘のクロスがディフレクションすると、あとは堂安が触るだけだが、これに間に合わず先制弾はお預け。それでも35分、中山が中に正確なボールを送り、最後は上田が相手の死角に入り、日本がアジア王者から先制に成功。2次予選で6ゴールを挙げた男が量産体制に入り、前半45分が終了。日本がカタールにシュートを打たせない圧倒的なスタッツに。だが後半になるとカタールも黙ってるわけがなく、死に物狂いの反撃を見せるも、守護神大迫が抜群の反射神経で難なくストップ。しかし81分、町田がゴール前で余計な真似をし、日本が相手にフリーキックを献上。果たしてしのぎきれるのか。枠に入っちゃった。日本がこの時間帯に失点。カタールにアジアチャンピオンのプライドを示され、試合終了。日本が上田のゴールを守りきれず、開幕からの連勝がストップ。これでチームは首位陥落となり、ワールドカップ出場圏外へ。そんな巻き返しを図りたいオーストラリア戦。ここで負ければさらにワールドカップ出場が厳しくなる日本だが、試合は4分、日本はモナオがボールを奪いきれず、中央が一瞬すくと
最後はジェイソンに意表をつかれ、日本が2試合連続での失点。冨安と伊藤の穴がここに来て表面化すると、その後も日本は攻撃に転じられず、OGのペースで進み、ファーストハーフが終了。日本が深刻な表情でハーフタイムへ。それでも試合はエンド変わり56分、渡るが相手を極限まで引きつけ、最後は上田が右隅に蹴り込み、日本が狭いエリアを崩し同点。上田がゴールまでのイメージをしっかり具現化すると、試合は76分、 IJ が DF と GK の間にクロスを入れ、最後は上田がゴール右上に決め、日本が戦況を大きく変える勝ち越し弾。上田がアジア全体を揺るがすゴールを奪うと、さらに81分には三笘がこぼれ球を押し込み、日本がドイツワールドカップでやられたことをそのままお返し、彼らは今でもあの惨敗を忘れていないのだ。その後日本は33歳ベテラン谷口にクローザーを任せ、ゲームセット。日本が OG に逆転勝ちし首位に浮上した。そんな中次節でイランと再戦。試合は30分、日本がゴール前で相手をかく乱し、最後は久保が左足を振り抜き、日本がエースの一撃で先制。和製メッシが本家と遜色ないゴールを決めるも、この試合先発の小川は前線で身体を張ることができず、前半45分が終了。そして試合は後半に入り47分、板倉がアズムンに対し後ろ向きの守備を強いられ、最後はタレミにゴールを脅かされるも、ザイオンが瞬時に飛び出し価値あるビッグセーブ。しかし72分、板倉がタレミに飛びかかり、日本に絶体絶命のピンチ到来。果たして乗り切れるのか。セーフ。日本がアジアカップのリベンジに成功。だが次戦のウズベク戦は 0-0 に終わり、予選前半を首位で折り返した日本。果たしてこのまま本戦に行けるのか。迎えた予選後半最初の韓国戦。ここまで5勝2分けと順調に進んでいる日本。しかしこの試合、とんでもない事態に直面することに。試合は21分、板倉が定位置から離れ無断行動をすると、最後はヒチャンホを浴び、日本が前半から追いかける展開に。それでもチームはめげることなく、36分に竹のアイデアから上田に決定機も。これは不発となり前半終了。日本が前半を1点ビハインドで折り返すことに。試合は後半になっても日本に攻撃の余地はなく、前回とは真逆の展開に。その後も相手のパスサッカーに疲弊させられ、ゲームセット。日本がライバル韓国に敗れ最終予選初黒星。これで OG との勝ち点差は1になり、安泰とは言えない状況に。するとあの敗戦でチームに亀裂が生まれ、2戦連続白星なし。それでもヨルダンとのホーム戦は、細谷の2発もあり3試合ぶりの勝利。10節を終えて日本は2位に2差をつけているが、まだまだ予断を許さない状況。迎えたカタールとのアウェーゲーム。これがスキップ前最後の観戦試合となるが、果たして日本はアジア王者にダブル達成なるか。だが試合は4分、森田のパスミスから日本がパニックを起こし、最後はラシドにシュートを許し、試合の入りが悪い日本。それでもチームは17分に竹、37分に前田の突破からチャンスを作り、ファーストハーフが終了。そして試合は後半に入り65分、上田が相手にしつこくストーカーされ、日本にセットプレーの機会が。キッカーは和製メッシ。メッシと変わんないじゃん。日本が久保の左足から先制弾。過去代表ではフリーキックでのゴールがなかった久保、彼はこの瞬間俊介の後継者になったのだ。さらに77分、森田が奇抜なフライパスを炸裂し、最後は IJ が左足で完結させ、日本がいい時間帯に追加点。これには選手たちが IJ を祝福し、リスナー大歓喜。その後チームは
ロスタイムに追撃弾を許し、今後に向けて課題を残したものの気迫で乗り越え終了。日本がカタールに新勝し、アジア最強国に連勝。そんな感じでチーム状態も良さそうなので、ここでシーズン終了までスキップすることに。果たして日本は過酷な予選を突破できたのか。できた。 OG に1差で追走されたものの、勝ち点29まで伸ばし、最難関のアジア予選を攻略。気になるゴールランクでは、久保と上田がそれぞれ4ゴールを挙げ、攻撃を牽引すると、竹はアシスト王にもなり、エースとしての責務を果たした。ということで検証結果、次回から出場枠を減らせ、でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。